どうも、わきです。パワープロ2018やっていきましょう。今回はこのパワープロ2018で新たに搭載されましたライブシナリオというモードをやってみたいと思います。こちらのライブシナリオではリアルのプロ野球と連動したシナリオを遊ぶことができます。ただいま4月26日夜7時ぐらいに動画を撮っているんですが、まあ今日の試合はまだ終わっておりませんので、こんな感じですと。で、1個戻りまして、例えば昨日の試合、まあこんな感じで結果が出ているんですが、この試合に沿ったシナリオで遊ぶことができます。やはり4月25日昨日の試合に関してはこちら、ジャイアンツ対中日ですね。はい、20対4という試合がございました。今回はこちらをちょっと、この試合を使ってですね、シナリオを遊んでみたいなと思います。早速行きましょう。よいしょ。というわけで、今回はですね、1点取られて次の回のジャイアンツの攻撃という場面です。点を取られたら取り返せというシナリオみたいですね。詰め寄られたら突き放せです。はい、ゲレーロ選手、4回裏ツーアウト1、2塁、ピッチャーは中日大野選手です。もう再現されてますね、完璧に。昨日の試合がもちろん、ここで打てばクリアという感じでしょうか。ちょっと大野選手荒れてるな。逆に狙いづらいな。次は5球目投げた。さあどうだ、入るかな。フォークうまく合わせたよ。入れ、よし、オッケー。はい、というわけでミッション成功と。ナイスホームランで終了。で、まあ実際の試合通り20対4にはなりませんでしたが、シナリオはクリアで、吉川選手、ゲレーロ選手とヒーローになりました。オッケー。はい、こんな感じでですね、まあ現実の試合に合わせたシナリオをどんどん遊んでいくことができるみたいですね。はい、昨日の20対4の、ジャイアンツの試合だとこの4回が、その場面に設定されたみたいです。なのでこれ毎日ね、こうやってシナリオがどんどん更新されていくみたいです。で、こんな感じで、各種ポイントが入りまして、あとはですね、スコアによってランキングとかもあるみたいですね。で、ちなみにですね、もう僕はこの、シナリオに関してはもともとクリアしていました。しかもこの難易度星5で、クリアできました。一応やってみたところ、おそらく難易度が上がるとフェードとかに次なって、次フェードもなくなるみたいな感じだとおそらく思います。星5にするともうフェードも何も出ず、パッと来た感じでしたね。はい、無事ホームラン打って、まあ、ここはいいポイント取れてると思うので、ちょっと違うモードも遊んでみましょうか。次はピッチャーの方とかやってみたいな。ピッチャーのやつとかないかな、ちょっと見てみましょうか。とりあえずこれくらいでやって、あ、これピッチャーだ。じゃあやってみましょう。2回表逆転した直後を抑えろ、 DeNA ですね。で、これ四角で、選票を見れると。広島は1回表松山にタイムリーツーベースが飛び出して1点を先制した。 DeNA はその裏ロペスがツーランを叩き込んで逆転。広島は2回表菊池のタイムリーツーベースなどで試合をひっくり返した。ああ、これはあれですね、試合が本当にこういう風に終わったよっていうのが出てくると。で、そのこの天気となった2回表か。あ、これってか待てよ、ほうほうほう、これ勝ったチームのばっかりやるんだと思ってたら負けたチームのやつもあるんだ。これだって DeNA の操作ですよね。要はここで大崩れしたからこの試合負けたんで、ここがターニングポイントとなって、まあシナリオにしているみたいな感じですかね。ほう、おいいじゃないか、燃えるじゃないか。やっていきましょう。横浜スタジアムです。ここでね、もし抑えられていたら勝ったんじゃないかなという好みが分からないですか。この回の先頭バッターは、はい、お、絶不調なピッチャー。第9番、外れたボール。これは困ったな。投げた。で、これも二度押しと、あ、守備も自分でやるんかい。守備やらないんだと思ってた。守備もやるんかい。そりゃそうか、守備もやるんですね。 OK です。油断していた。なるほど。で、二度押しとかではないんで、あとは相手のあれですかね、打撃能力の強さとかが星によって違ってくるのかなと思います。これじゃあ外野前進守備にしましょうか。うわー、これピッチャー変えたい。変えれるのかな、ちなみに。変えてもいいのかな。山安だそうかな。でも全然多分ありでしょうね、こんなのも。あの、要はシナリオのスコア出すために変化球によってストライク。まさかの2回で山崎投手の登板でございます。第3球を投げた、見送ってストライク。サクサイト投げようか。投げた。何レフトへ行った、ヒット。
なにー山安で撃たれただと。これまだやらせてくれるのかな。ミッション失敗。あ、リトライしましょう。2回の表まさかのミッション失敗。カープの攻撃。まあさすがにちょっとこの系統はね荒れすぎたんで、まあちょっと違う系統でいきましょう。左には左を投げました。初球からそれしても結構打ってきますね。アウト。これでワンアウト。さあ山本選手がショートしますよ。バッターは8番相澤投げました。ボール。いやサクッとシナリオな勝つ予定だったんだけど、まさかのめっちゃ打たれたっていう。同期は3球目投げました。インローへ変化球外れてボール投げました。よしよしよし、臭いところついていきましょう。それにしても浜下風が強いですね。取りました。パワープロやってても結構風読まないと。バッターはピッチャー岡田。今あれです、投げました。パワーフェスやってるんですごい守備が上手く見える。特にヤマトなんて神かと思った今動きの速さに。モブがもう全然守備動かなくて大変だ今。さあ勝つぞ。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。ピッチャー相手に容赦しない。オッケー。これでクリアという形ですかね。はい、オッケー。エスコバー回らで、ここを抑えて、まあ、現実とは逆で DeNA の勝利となりましたと、はい、いう形みたいですね。いや、これ面白いですよね。まあ、シナリオって、そのパワープロ昔からね、モードとしてあったと思うんですけれども、まあ、基本的にはそのシーズン終わってからとかっていうところだったと思うんですが、これ、毎日これができますからね。はい。なかなか面白いモードになっているかなとこれも思います。でこういうなんだろうな逆の場合があるんですね。まあジャイアンツの場合だとその勝ったここで確かに手を取って勝ったからその場面がシナリオになっていたんですが、このようなシナリオもありましたよと。はい、じゃあちょっと難易度1個上げてもう1個やろうかな。これはなんだ、中軸で逆転せよ。なるほど、ヤクルトはここで逆転できなかったから負けたのか結局。さあ行きましょう。お、バレンティン、お、併殺持ちなんだよな。どうしよう、ランナー詰まってます。怖いですね。ミートカーソルの上の部分で打つ意識で、よし、オッケー、狙い通り。さあ回れ回れ回れ、長打長打コース、フェードですね。そしてうーんと回れるかなこれ。よし、ナイスラン、イエス、オッケー。というわけで中日で逆転成功で、逆転勝利、サヨナラ勝ち、オッケー。なるほど、という感じみたいですね。はい、ほうほう、なるほど。いや面白いなこれ。ちょ、もう一丁やろうかな。もう一丁やります。パリーグの方もなんかいきましょう。ピンチを切り抜けろ。じゃあこれ星5でいきましょうか。よし、行きましょう。お待たせいたしました。さあ行きましょう。で、星5だと相手が多分パワフルとかにはなってるんでしょうね。二押しかな、ちょっとそれが分かんない。あ、じゃない、ファースト、よし、翔さん、おら、よっしゃ、中田の翔さんは守備が上手いんじゃ。よし、というわけで難なくクリアか。 OK、 ほう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 、なるほどね、こんな感じになってますよと。多分でもパワフルになってるんでしょうね、相手の強さが。 OK で、これがですね1回のそのポイントの高さではなく合計ポイントになってるので、これはなるべくやった方がいいというところでしょうね。なんか416位まで来た。ほう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 。あ、ちなみにこれパワープロの顔作れるんですけど、ちょっとさすがにサボりすぎたな。もうちょっとかっこよく顔作ろう。はい、ちょっとね 120% 増しぐらいで顔を作り直したいなと思います。まあというわけでですね、このシナリオのね今回はご紹介でございました。いやーなかなか面白い本当に。なんでまたここが終わればねこっちもできると思いますので、また楽しくやっていきたいなと思います。そして DeNA と広島が3対3の同点、なかなか面白い展開になってますね。はい、というわけでこのパワープロ2018、昨日からですね僕も楽しくやっております。今パワフェスをねちょくちょくやってます。この後動画撮ろうかなと思っています。週末にまたどんどん出していきますので、ぜひこちらの動画も楽しんでください。で、サクセスはまだやってません。明日ですね生放送で初見プレイやろうかなと思っておりますので、ぜひ皆さんそちらの生放送の方にも足を運んでいただければ幸いです。いや今作ではサクセスもガシガシやっていきたいですね。はい、
で、あとはなんといってもこの栄冠ナインですね、始めようと思っています。未だに高校名が決まらない。これが本当に楽しみでなんないんですよね。オンライン大会ですね。見れるかな詳細。1週間に1回。はい。なるほど。あ、自動なのか。じゃあ、もう毎週出ていけばいいみたいな感じですかね。で、これチームは選べるのかな。まあ、その辺もまだ栄冠ナイン始めてないんでね。参加できないんで、なるはやで栄冠ナインの実況も始めていきたいなと思っています。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。このパワープロ2018、いろんなモードでね、楽しく実況していきたいなと思っております。ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。そして実写チャンネルの方では VR 実況に挑戦しようと思っています。今ちょっと機材等いろいろと用意しているので、ぜひ皆さん実写チャンネル概要欄から登録してお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。